片寄せサンタの胸キュンプレゼントプレゼント。午前0時キッシに来てよの大ヒット記念イベントに主演の片寄涼太さんが登場しました。映画を見終わって胸のキュンキュンが止まらないお客さんに生ゼリフをプレゼント。俺が好きなのは君なんだ。君のそばにいたい。俺は君のことだと結構余裕ないんです。そして抽選で選ばれたファンに あのシーンが出ました。手に連絡先を直接書いて教えるという映画のワンシーンを再現。 こんなことされたら死んじゃいます。確かに片寄さんもかなり照れくさかったようですが、ファンの皆さんへ最高のプレゼントを贈りました。おとぎ話が現実。